アラン・ジェームズ・マクレガーは、スコットランド・エディンバラ出身のサッカー選手。レンジャーズ FC 所属。ポジションはゴールキーパー。1998年に、レンジャーズ FC と契約し、2002年2月24日に、スコティッシュカップの、フォー・ファー・アスレティック FC 戦でデビュー。レンタル遺跡を経て、2006から零七シーズンから、レンジャーズの政治遺を務めている。 レンジャーズの破産と四部降格に伴い、2012年7月26日に、スユペルリグのベシクタシュ JK へ移籍した。2013年7月、ハルシティ AFCS3 年契約で完全移籍。加入以降ポジションを確保していたが、2016から17シーズンからは、エルディンヤクポビッチの台頭や、デイビッド・マーシャルの加入により、出場機会が減少。 シーズン後半はチャンピオンシップのカーディフシティ FC へのローンでプレーした。2007年1月31日にスコットランド代表入りし、5月30日のオーストリア代表戦で国際 A マッチデビューを果たした。代表ではクレーグ・ゴードンの控えを務めていたが、2009年4月3日に規律違反と侮辱行為により、バリー・ファーガソンと共にスコットランド代表を追放された。 後に謝罪し、2010年8月11日のスウェーデン代表で1年4ヶ月ぶりに代表復帰を果たした。ユーロ2012予選ではゴードンから定位置を奪い、レギュラーとして活躍した。その後、ゴードンは怪我が多く所属チームでも定位置を失ったため一気に政治系に定着した。ありがとうございます。